未来につながるプロジェクトとして保護犬モデルルームワンルームに見立てたお部屋を沖縄ハッピーテイルズさんと一緒に企画をして作ってきました。感動と感謝の気持ちが本当にたくさん詰まったお部屋です。沖縄県の保護犬で一番多いのがこのサイズなんですね。だいたい10キロから、まあ、15、6キロ。中型犬って幅が広くって、この中型犬をお家の中で飼うっていうのが沖縄県の中で浸透したら、センターに保護されるワンちゃん、殺処分になるワンちゃんっていうのはもう本当に激減するはず、ね、あの外飼いとか畑犬ちゃんとか番犬っていう考え方はもう一つ前の時代の考え方なので、ここで中型犬がお家の中でくつろぐ姿を見ていただくことで、あ、この大きさでもお家の中で普通に飼えるんだな、やっぱりワンちゃんは家族なんだな、お家の中で一緒にくつろいでソファーに座ってなでなでしてあげるものなんだなっていうことを目で見て確認していただきたいなって思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。あの1000円を医療費にするか、ペットボックスのグッズを買うか。じゃあ医療費で、はい。一番お子様に見せたいっていう方が多いので、やっぱりもっともっと身近に今の子どもたちに現状を知ってもらって、動物がいる生活をこうしていきたいなっていうのを描いてもらえる場所でもあると思うので、癒しの空間もそうですし、そういったこともしっかり伝えていけたらなと思います。私もちっちゃい頃からやっぱりいて助けられたことが大きいので、やっぱりいる生活でより豊かに、今の生活がより楽しく、人が楽しく生活していくためにワンちゃんたちがとか動物がいるっていうことで、かなりこう本当により豊かになってくるので、ちょっと敷居をこの下げて保護犬のこうイメージをもっとこう生活にの一部にこうなりやすいというか入りやすいこう入り口をちょっと作りたいなということで、サーカス系みたいな感じでモデルルーム入られてるんですか、はい、びっくりしました。とても綺麗で、こういった形であの全国でやってるっていうことは初めてだと思いますので、あの画期的だなと思いました。とってもいいと思います。もっとあのこういった形で多くの人に触れてあの来てもらうことで知られていくことっていうのはとても大事だと思いますし、自分も保護犬を迎える入れるときにイメージしやすい場所だと思うので、とてもいいかなと思っています。